はい、どうもセリカです。ガチバトルやってますか？私ね、昨日の動画の3本3戦やったっきりちょっとできてないんですが、コメントなどでたくさん情報いただいたので、これをね、ちょっと皆さんとご紹介しながら見ていきたいと思います。ではガチバトルでもしかしたら一番秒数が長いんじゃないかと言われているのが、これ教えていただいたんですけど、脱獄ごっこでコラボで出てきた、なんだっけ、そう、脱獄鬼。これがね、まあ、スキン当時やってコラボを遊んだ方は、キラキラマックスになってるはずなので、レベルがマックスで13秒で早い。これがね、時間が長くて最強なんじゃないかっていうコメントね、何件かいただきました。なるほど。次ちょっとこれでやってみたいんですけど、あと、本当にたくさん情報いただいて、もうね、ご存知の方も多いと思うんですけど、この3体のスキンを、今だったら私鬼からしか選べないと思ってたんですけど、自分で編成して選べる。知らなかった。聞いた情報でありがとうございます。ここね、一番左上、フリーって書いてあるんですよね。私これね、誰でも自由に使える、まあ一番最初の見本的なものかなと思ったんですけど、このフリーの青鬼は、選べる。自分で編成できる。これはね、知らなかったです。知ってる方はね、だいぶ有利にもう動けてたのかなっていう感じなんですけど、これで一番自分がちょっと好きなスキンとか使いたいスキン3体ね、どうせ動かすんでっていうので選べるのがね、知らなかったです。なので、もしこれお持ちの方、隠しステージでゲットした、隠しスキンですね、隠しステージで10体ゲットしたキラキラのスキン、私持ってないので、もう通常のボス戦のものしかないんですけど、隠しステージ3体これ並べると何鬼になるのか、どんな強さになるのかっていうのを、もしよかったら情報としてね、教えていただきたいなと思ったりもしてます。で、マスタードラゴンでしょ。私、隠しステージクリアしたのが、ルシファーしかないので、探しに行く。これなので、これしかないので、一応キラキラなんですけど、ちょっと弱いのかな。これで一回見てみます。はぁ、なるほど。普通の青鬼で、レベルはマックスだけど9秒か。移動速度速い。だったら、魔王鬼とか、脱獄ごっこ鬼の方が強いのか、長さとかで言えば。なるほど。これさ、お気に入り機能ちょっとつけてほしいですよね。毎回3体選ぶの大変なんで、自分が選んだ3体、お気に入りでちょっと選択できると、助かるんですけど、で、いろいろ見てて、なんかね、チビ鬼最強かもっていう話ありましたね。キラキラなってないぞ。これは、レベルマックスになってのはないのかな？ないな。虫はでかい。レベルマックスのチビ鬼にはならないのか。レベルマックスだと何秒か強いのかな。結構この紛れ込みやすいので、強いですよっていうこともね、ちょっと聞きまして。あとはね、落書き鬼。私選べないのかな。わからないですね。で、この辺の鬼。この辺のね、ボス鬼。激怒もそうですけど、ボス鬼もいつか操作できたら最高なんじゃないか。ピシャーンが飛ぶんですよね、弾が。本当にそんなできる日が来るのかな？今んとここの辺までしかできないんですが、まあ私もスキンが揃ってないので、なかなかね、レベルマックス、あ、これか！いるじゃん！はぁ、強いのか！あ、強いかも！ 10 秒！気持ち悪いけどね。10秒ね。落書きよりも結構強い、最強だって聞きましたね。そうか、今んとこ脱獄ごっこコラボ、落書き鬼、チビ鬼、魔王に強いですよって聞きまして、この辺はね、持ってないのでね。持ってない、持ってない。で、見てたら、結構見てたら、このスクワットは遅いんですよね、大体足が。どのスクワットも。私ね、ごめんなさい、デカキンサオに遅いと思ったら早いでしたね。デカキンサオにも結構強いかもしれない。すごい、これヒカキンさんとコラボ。普通だ、普通で12秒。そうか。スクワットにさ、足遅いなら、絶対に10秒以上いると思うんですよね。え？え？何秒になるんだろう、これ知りたい。魔王に足は、雷鼓、水気、水亀、炎獣、これが全部星4になってないといけないのか。なんか見たぞ、赤い魔王に。すごっ。3体星4じゃ最強に強いのかな。もし魔王に亜種のレベルとか、その情報、もしある方いたら、ぜひ教えていただきたい。そうなんですね、星4のスキンの状態も知りたかった。え、私アメボ持ってないの。
アメンボ持ってないことに気づいた。これも強そうだけど、キラキラになってないからレベル2か。いやね、せめてスクワットは15秒、16秒ぐらいないと、こんな速度遅かったら誰が使うんですか誰が使うの。いや、足遅いのはやっぱ15、6秒ないときついような気がする。はぁ、あー、これもいいですね。なるほど。ちょっとね、脱獄を込みで一回遊んでみたいと思います。あ、このステージ難しいんですよね。あ、ある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 。いけるかな。ダメだ。誰負けてくれない。取り負ける。なれなかったね。だいたい落ちてくる場所を読めてくるのかな。ランダムといえどなんか規則性があるような気もするけど、ここちょっと難しいステージ。で、いろいろ聞きたいこととか知りたいことがまだまだあって、さっき言ってた、星4スキン、隠しステージ、星4スキンとか、隠しステージ、青の塔、青の遺跡でゲットしたスキンで、やると、どんな鬼になるレベルがどんな風なのかっていうのも知りたいですし、これ10組マッチングってことで、ボットっているのかな？ボット紛れてたりします。危ない！いや、危ない危ない！ボット紛れてたりするのかなっていうのもちょっと気になるのと、いるのかな？全員10人全員。あ、これ無理かな？ダメだ！ダメだ！やった！密室やばい！やばいね、いろんな鬼がいる。危ない危ない、2体やられるとこだった。怖っ。え、これさ、なんでさ、同じスキンが連なれる？あ、これやばいな。なんか今さ、ボットなのかな？ティラノサウルス2人いたじゃないですか。ティラノ、プテラノドンみたいな。確かね、同じスキン選べなかったと思うんですけど、それがボットなのかな？やばい、ここやばい。ねえ、ふわっていや、早すぎ。いや、ふわっていい最強かな、やっぱり。速さは大事だよ。いや、一人ぼっちになっちゃった、やばい。そうです、知りたいこと。あとは、青鬼図鑑、埋まってない時あるじゃないですか。あ、ごめんなさい、全然余裕がなくて、こんにちは。こんにちは、ごめんね。あれ、閉めちゃった。最悪、ごめんね。全然気づいてない。あ、来た来た来た。青鬼図鑑、埋まってなくて、来たよ、ごめんね、行くよ。いや、でも秒数長いのは結構強いかも。やばいやばい、逆にやられる。危ない。うわふわっぴー、ちょっと今度やってみようかな。早すぎ。待って、狙われる。青鬼図が埋まってないけど、スキンを持ってて、持ってるけど青鬼図が埋まってない場合は、その鬼になれるのかどうか。それもね、ちょっと気になりますね。これさ。秒数終わっちゃうよ。人探してるうちに。あ、ごめん。なんかよろしくって言ってくれてんだ。容赦ない。ごめん、ありがとう。ありがとうね、ごめん。ごめんね。よく見えてもない。ごちゃっとしてね、本当にごめんなさい。ちゃんと見れてればよかったですね。あとはもうランキング、なんかデータ反映されてないっていう話も聞きましたし、一緒にする必要あるのかなってすごい気になって、あったあった。絶対的に、ランキングつけた方が、ガチのガチ王を決めた方が盛り上がる気がするんですよね。絶対に。ランダムマッチと一緒になると、なんかの対策なのかもしれないけど、それよりかは、ガチ王じゃない。ガチバトル王のランキングつけたり、あとはミッション、チャレンジ来たり、なんか報酬欲しいですよね。いけるか！いけ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 ！ゴー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 ！いけいけ！密室でやりまくる。え、まだあるよ、そこに。もう一回使えるのかな？もう一回いける？いけいけ！意地悪すぎる。あとどこ？まだいけるよ。あ、いたいた。まだいけるよ。あと5秒。いや、最強だな、13秒。意地悪すぎる。あ、勝った。ごめん。なんか勝っちゃったわ。勝っちゃった。悪気はないの。ごめんなさい。ありがとうございます。いやー、なるほど。こういう遊び方もあるという感じですね。はい。ということで、ランキング別の方が盛り上がるかなっていう気はしてます。ちょっとね、貞子でやりたい。レベルも低いし、普通だし8秒だけど、サダコちょっと使ってみたい。気持ち悪いから。あ、待って、初めてのステージかもしれない。まだあったんだ。3種類目。遊べてますね。うわ、うじゃっと、みんな集合場所、ねえ、かわいい。かわいい。あ、取り損ねた。危ない危ない危ない。脱獄鬼に多いな。やっぱ秒数長いと、強いのかな。めっちゃかわいいんですけど、これ。オケサダコ。オケヒロシミカ、タクロウ。タケシはね、私持ってないらしく。かわいい、これ。なんか、お、あった。遊園地のあれ見て、来たよ、貞子。気
気持ち悪い。いや、復刻でまた来ますからね。危ない、ちょっと危ない。いかん。危ない。終わりがけも要注意だ。めっちゃ来る。ボックスを探そう。あ、結構見つけられる。行くよ、貞子。いや、怖いよ。これ貞子足速い方がいい、絶対。レベルマックスになると足の速さも変わるのかな。あ、や、ナス鬼。そうそう、ナス鬼も結構いるんですよね。ナス鬼もね、足がちょっと速くて10秒ぐらいかな。結構使えるっぽいので、ナス鬼、脱獄鬼、結構多いですね。あーいや、これ結構逃げやすい、このステージは。かわいすぎる。貞子コラボもね、来そうで、貞子の塔も、このステージなんだ。貞子の塔か貞子レースか、もしかしたらっていう噂も聞きましたので。あ、落ちてくる。あ、影が出るんだ。なるほど、来たよ。でも人が見つけられない。時間が終わっちゃう、見つけてる間に。ウイルスは自然消滅じゃなくて取るまで残ってるのかな。あ、終わっちゃった。難しい。いや、やっぱ限定スキン強いかもしれないですね。コラボで使った限定スキン。あ、青切りだった。うわ広しい即刻やられた。怖すぎ。いや、頑張ろう。危ない。めっちゃ速い。速いな、やっぱり。自分のスキンより速いってことだもんね、速さが。絶対追われるじゃん。フワッティなんて超速いになってるから、4秒だろうが5秒だろうが、スピードがすごいから、ちょっと今度使ってみよう。またやっちゃった。やばい、ナス鬼も速いから、気をつけないと。なので、やっぱり裏ステージとか、青鍵祭りとか、いろんな報酬でスキンをゲットして、順次キラキラにするのも必要だし、このなんか、星4にするために、青ジェム食べたり、うわー早い !5 秒、4秒長い。ねえ、知りたくないっていうのがね、あるので、いろんな、まあ、連動してるので、あ、これだけやればいいっていうものでも、ないのでね、ただもうランキングは分けてほしいのと、なんか報酬ないですかっていう。報酬欲しいな。チャレンジでもいいので、何回ガチャおにげするとか、で、限定スキンとか、ガチャおにげ専用のスキンとか、やっぱ欲しいなっていう、まあ、やる気だとか、あんまり何のためにっていうと、やっぱりスコアのために以外、ないのかなっていう、青銭もそんなに美味しいわけではないし、ね、っていうところがあるので、ランキングも別だったり、報酬だったりっていうのだと、今までの皆さんももっと楽しく、積極的に、息苦しい、遊べるのかなという気は、してますね。はい。これでやっと5回目やってみました。あ、熊かわいいんだ。意外と。初めてのステージ。いろんな発見がありますね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、いろいろね、不具合も起きてるみたいなので、ランダムマッチがちょっと変だとか、青逃げ5が変だったりとか、連動してね、いろんな不具合は起きてるみたいなんですが、まあ、現在対応中ってことなので、次のアップデートを待ちたいなと思います。どうしてもね、ガチバトルやると、動画が伸びちゃう。一試合がもう5分以上かかったり、結構長いですね。がっつりになっちゃうかなっていう。もっと短期間でバッと遊べるのもいいかなと思うんですけど。ということで、長くなりましたけど、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた、新情報などお待ちしてますので、よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。